ちは。大分市の別宝自動車と申します。今日は鈴木さんの新車の発表会に来ております。今年鈴木さんが一番力を入れられる、新しい軽トラですね。大変おしゃれな軽トラ、新キャリーという車です。これを今から皆様方にご案内させていただきたいと思います。はい。この車の特徴はですね、一番大きな特徴としまして、ブレーキとアクセルの踏み間違えの時に、それを阻止する防止装置がついているということですね。そして大変この、女性が乗っても喜ばれそうな、おしゃれな感じの軽トラなんですけれども、ここに書いていただいてます、キャビンが46センチほど拡大で、広いということで、ございます。普通の軽トラは座席シートがですね通りませんけれども、この軽トラはドライバー席で、46センチほど後ろの方に倒れていきます。これぐらいの角度まで倒れてしまいますですね。ちょっと他の軽トラでは部類こういう例はないですね。そしてこれを起こしまして、この後ろの背もたれのところが買い物かごとかいろいろ品物を置けるスペースができております。約30センチぐらい広いスペースができております。そして、3つ目としましてですね、車の車高が180センチありますので、通常の軽トラよりも15、6センチぐらい高いですから、このキャビンのスペースが非常に、広く感じます。はい。そして、荷室の方もですね、このちょっとこうえぐられているところが深みがありますので、それほど短くなったわけではありません。で、色合いもですね、シルバーですとか、青い色ですとか、他の軽トラにないような大変おしゃれな色が揃っております。これから、今年夏秋にかけて非常に、農家の方だけではなくてですね、いろんな商業の方々等々兼業農家の方々、大変話題になるんじゃないかと思います。はい、以上です。今日は鈴木さんの新キャリーのご案内でした。